家の前に自然に生えた木の種類分かりました。メロンは分かるかな？もともとは茶色でしたが、皮が取れてます。白樺の木でした。白樺です。愛がたくさんいます。白樺の木の誕生です。皮むきますか？どんどんむきますね。これは白黒スズメバチです。の巣です。2年目です。2年目の白黒スズメバチの巣です。こっちが1年です。で、こっちは2年です。1年目の蜂の巣いっぱいいます。さらにこっちもいっぱいいます。最後にこの蜂の巣は5年目です。これでっかいですね。こんな感じです。下からだと。茶色い皮は残ってますが、大きくなったらこんなにいっぱいになります。目みたい。こっちも目だ。大きくなったら立派に大きな木になるなんて知らなかったですね。